みなさん、おはようございます。It's HANA! 歌を面白く <laughs> プレゼントしたいと思います。一生懸命歌います。それでは聞いてください。えゆうりさんのドライフラワーという曲を、えー、カバーしています。 この曲今若者ですごく人気で歌わしてもらっているところです顔の臭いが強いですねはい <laughs> 皆さん最後まで見ていただけると嬉しいですあこっちもいたはいその口歌詞の解説をしたいと思いますはい。 じゃあ、最初の。たぶん私じゃなくていいね。たぶん私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし。余裕のない二人だったし。気づけば喧嘩ばっかりしてさ。ごめんね。ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち会わないね。わかるきっと私たち。 合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、二人しかいない部屋で。あなたばかり話していたよね。あなたばかり話してたよね。<laughs> もし、いつか、どこかで会えたら、今日のこと、を笑ってくれるかな。理由もちゃんと。 せないけれどあなたが眠った後に泣くのはいや声も顔も不器用なとこも全部全部だ嫌いじゃないのドライフナは見たい君との日々も きっと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 色褪せる悲しいこのような経験に合った人いますか恋愛って国によって価値観とかが違うじゃないですか。まあ、日本の恋愛の一つの例として皆さん覚えていただけると幸いです。 ということで今日はドライフラワーを歌ってみたんですけどあのその他歌ってほしい曲っていうのを下の欄にお願いいたしまーすあとですね私あの歌がうまいっていうわけでもないしないんですけど温かい目で最後まで見てくれて本当にありがとうございました次の動画も待っていてくださいそれでは チラフォーホノの YouTube のサブスクライブとこの動画のいいねをお願いしますお願いしますでは皆さん、良い一日をバイバーイ今日はですね、It's Hono! おはようございますこんにちはうーん